皆さんこんばんは。今日も昨日に引き続き甲子園球場で行われました阪神タイガース対中日ドラゴンズの一戦をお伝えします。昨日は阪神タイガースがですね、大量11得点してですね、大勝したというゲームになったんですが、今日のピッチャーはですね、高橋宏斗投手、ドラゴンズ防御率1点台のピッチャーですので、争点は取れないだろう。一方のタイガースの方も大竹、これもですね、非常に安定しているピッチャーなので、ドラゴンズの方もなかなか点が取れないだろうというね、まあ、そういう予想で見ておりましたけれども、確かにロースコアの1点を争うゲームということになりました。そのゲームを振り返っていきましょう。はい、まず立ち上がりですね、大竹投手3人で抑えます。10球でした。いい立ち上がりをしたかなという気はしましたね。一方の高橋宏斗投手、近本、中野、このうるさい2人をですね、空振りの三振で打ち取って2アウト、3人目の前川ワンストライクからですね、アウトロー、これをですね、センター前にヒットする。前川右京がですね、活躍しますね。大山ショートゴロで、点にはなりませんでしたけれども、前川が最初のヒットを打ったという初回でしたね。そして2回、ここの回でもう大竹が失点しました。まず先頭の細川、ど真ん中のまっすぐ初球に行ってしまいました。このボールを見た時にですね、あれっていう感じがしましたね。あの大竹というと、もう本当にコントロールが抜群なピッチャー、インサイド要求で外に行くことがほとんどないピッチャーなんですが、今日はですね、逆球、この球がですね、何球もありました。坂本が構えたミットからですね、本当に逆の方向へ行く球、これまではちょっとこうずれるっていうぐらいのコントロールはあったわけですね。ですからこうやって、インサイドを構えてるミットがですね、少しこう中に入るね、これぐらいの動きはあったんですが、今日はですね、ベース一つ分、ボーンとこれぐらい大きな、狙ったところと違うところに行く球、これがですね、何球もありましたね。ですから、大竹投手としてはですね、調子はあまり良くないな、そういうものを感じている、投球だったわけです。細川の後の5番、石川にはですね、3ボールから2つストライクは入りましたけれども、結局低めのまっすぐでフォアボールですね。ノーアウト1、2塁。これを6番の福永がバントで送って2、3塁っていう形を作って、7番のキャッチャー石橋だったんですが、石橋、なかなか粘っこいバッティングしましたね。まず、見逃しのストライク、そしてボール、そしてインサイドのまっすぐをファウル、これでワン、ツー、追い込まれましたね。こっからですよ。インサイドのまっすぐ、これを見逃してツー、ツー。またインサイドに来たまっすぐをですね、今度詰まりながらもフォアウル、そして今度は外の低めのチェンジアップ、これもフォアウル、そしてインサイドに来たスライダー系、これもフォアウルしてですね、これは大竹ちょっと困ってましたね。歩かしたくはないというね、中で、さあどうするかというところで、最後に投げた球はインサイドのまっすぐだったんですが、これを詰まりながらレフトへ2点、タイムリーヒットしたという、この2回の表の2点、これは石橋のですね、バッティングの良さ、そういうものを感じさせるヒットだったなと思いますね。打席数は少ないですけれども、なかなかいいものを持ってるな、そういうものを感じた1打席でした。そして、2回の裏、糸原内野安打1つありましたけれども、難なく終わった。3回4回、これは両投手ともにですね、三者凡退の回を2つ作りましたね。はい、5回の表、リュークの内野安打で、高橋宏斗が送って2アウト2塁という場面はありましたけれども、1番大島がショートゴロで得点ならずというね、形になりました。高橋宏斗はですね、本当にこう安定してこうずっと来ましたね。両投手ともにですね、7回まで投げるという形になるんですけれども、ここまで大竹投手ゼロにはしのいではきましたけれども、普段の大竹と比べるとやっぱりコントロールの甘さ、そういうものは随所に見られました。だから調子が良くない、そういう中でですね、結局終わってみたら7回を98球5安打打たれました。そして1奪三振1四球、それでもやっぱりね、失点は2で収まった。この2回に与えたこの2点だけというね、
まあ、悪いなりにゲームを7回で2失点にこう作っていくというね、この辺に大竹の、まあ、素晴らしさというのを感じましたね。一方の高橋宏斗投手の場合は5回まで素晴らしい、そして6回に1つ大きなピンチが来ました。ワンアウトからですね、近本に内野安打、そして中野にはですね、フォアボールですね、1、2塁、そして前川右京だったんですが、この前川がですね、ここでもまたセンターへですね、ヒットを打ってワンアウト満塁という場面を作りました。そして4番大山、大山満塁の場面ではですね、めっぽう強いというね、そういうバッターなんですけれども、この打席はですね、ワンワンカウントから外に来た、あれは何でしょうね、ちょっと僕はあのカットボールのように見えましたね。あの大山が待ってたのは多分まっすぐかフォーク、そういうような気持ちで待ってたんじゃないかなと思うんですが、外に来た球、これフォークかなと思ったらですね、ちょっとこう外に逃げました、スライダー気味にね。これが大山にとっては思ってなかったボールだったんじゃないのかなという気がしましたね。あれがフォークであればもう少しうまく打ってたかもしれない。ちょっと外に逃げた分だけですね、引っ掛けてしまった、これで、ショートへのですね、まあ、ダブルプレーということになりました。この6回の攻撃で、うわ今日はこのまま行くかなというようなね、そういう印象を持ったんですが、7回にまた、タイガースがチャンスを作りましたね。ワンアウトから糸原、レフトへのヒット、このヒットはですね、僕は昨日糸原のバッティングちょっと悪いぞっていうところで気にしてたんですが、まず今日はですね、1打席目にピッチャーへの内野安打、ラッキーなヒットだったんですが、このヒット、まあ、気分はいいですよね。そしてこの3打席目がこの回だったんですが、ワンボールからですね、154キロのまっすぐ、これをレフトへ返した。これ糸原らしいヒットを久しぶりに見ました。このヒットを見た時にですね、糸原これでちょっとこう明日以降また去年のようなですね、しぶとい糸原のバッティングが見られるんじゃないのかな、そういうふうに感じた一本のヒットでした。そして、坂本はですね、今日はダメでしたね。4打数ノーヒット、3三振ということだったんですが、ここも6球投げさせましたけれども、最後は甘いまっすぐを見逃して、三振、ツーアウト、もうこれで、終わりかなと思ったんですが、木浪がセカンド強襲ですね、セカンドの福永が取れずで、このどっか体に当てましたね。その打球がセンターやや左中間方面に転がっている間に、糸原がホームへ生還、まず1点取りましたね。そして、代打ノイジー粘って、最後はデッドボールで結局ツーアウト1、2塁という形を作って、1番の近本、まあ、こういう場面の近本はですね、もう本当にあのタイガースの中では一番勝負強いのかな、まあ、近本か大山という感じなんですが、特になんか近本がこういう場面で強い、ワンワンから外のまっすぐ、これをですね三塁線抜いて、2点目が入ったというね。7回が終わって、2対2同点に追いついたということになりました。こうなると、まあ、ドラゴンズのリリーフ陣もいいし、タイガースのリリーフ陣もいいということで、さあどっちがこの3点目を取るんだろうというところだったんですが、まず、8回、ここは岩貞が来ましたね。先頭打者ヒットは打たれましたけれども、送りバントでワンアウト、そして、ビシエド細川というところだったんですが、ビシエドはサードゴロ、そして細川はスライダーの連投でですね、最後空振りの三振ということになりました。そして、ドラゴンズの方は8回は清水でしたね。前川を空振りの三振、大山にフォアボールを出したんですけれども、ミエセスも低めのボール球で三振、そして糸原もフォーク、これもボール球でしたね、低め、結局3人アウトは3つとも三振ということでしのぎました。そして9回の表、ここは岩崎が来ましたね。岩崎が石川、福永、石橋、これを、まあ、3人で抑えてますけれども、内容はちょっと危ない、そういうものを感じた9回でしたね。そして、9回の裏は勝野が来ました。坂本サードゴロ、木浪ショートゴロ、そして代打の渡辺は三振ということで、三者凡退。そして、ゲームを決めたのはこの10回の表でした。島本が出てきて、まず龍空を三振、
そして、代打の福田2球でですね、ツーストライク追い込んだ後の3球目、これがですね、デッドボールということになったわけですね。このデッドボールが結局はこのゲームを決める一つの大きなランナーになってしまったということになったわけですね。ダイソーに村松を出して、そして、1番の途中から出てる伊藤にはですね、ワンアウトでしたけれども、あえて、送りバントで得点圏にやる、ツーアウト二塁という形を作って、岡林との勝負、そういうことになったわけですね。左対左ですから当然勝負するというふうに見て、立浪監督はですね、そういう作戦を取った。その作戦にですね、これ岡林が応えましたね。ツーツーカウントからフォークボールですね、インサイド見逃したら低めのボール球だったんじゃないでしょうか。まあ本当に難しいボールでしたけれども、これをですね、ライトオーバーですね、ライトオーバーの三塁打、これはもう、まあ、打たれた島本よりもですね、この打った岡林のバッティングを褒めてあげたいなと思いますね。そして、ここで梶谷に変わるわけですが、その変わりっぱなビシエドがですね、ライト前に、ヒットしてもう1点追加ということで、4対2、そのまま10回はもうマルティネスが出てきて三者凡退ということで、ドラゴンズの勝利ということになりました。勝ちは勝つのですね、4勝1敗、ナイスピッチングでしたね。そして負け、初めてですね、島本プロ野球プロ入りして初の負けがつきましたね、2勝1敗となりました。西武はマルティネスに17個目がついてます。そして今日の MVP、 これはもうゲームを決めた10回表のタイムリースリーベースを打った小林優希選手、勝負強さ、まあ、去年のね、最多安打打ったバッターです。161本、高校でのまだ4年目ね、本当に素晴らしい選手になってますね。はい、こういうことになっております。今日は4対2というね、点差なんですが、4点の内容を見ますとですね、まず2回の2点、ここのまず二塁打を打った後の石川、これがフォアボールで出たランナーなんですね。そして、ノーアウト1、2塁という状況から福永の送りバントで1打2点取れるというね、そういう形を作って、結局石橋がタイムリーを打った、これで2点本当に入ったわけですね。そして、10回の攻撃もですね、結局ワンアウトから福田、代打の福田がデッドボールで塁に出た、このランナーがですね、結局ホームまで帰ってきたということで、ドラゴンズの4得点のうちのですね、2得点、これはですね、四死球で出たランナーがホームまで生還したということなんですよね。そうやって考えるとですね、やっぱこのロースコアの戦いの中で無駄なランナーを出すっていうのがどんだけ怖いか、そういうものをですね、今日のゲームは感じさせてくれましたね。はい、特に終盤の無駄なランナーっていうのはですね、こういう、まあ、本当に負けにつながってしまうぞっていうものをですね、感じました。まあ、タイガースサイドからするとですね、そんなに特別間違ったことはしてないな、結局勝負のあやでやられたなという気がしますね。ピッチャーの起用もですね、間違ってはなかったと思いますね。島本が与えた、まあ、デッドボール、これが一つ大きな、まあ、勝敗を分ける、ランナーになってしまいましたけれども、まあ、これ以上何をやるかって言われたら、まあ、これしかないのかなというようなピッチャー起用だったのかなというふうに思っております。まあ、6回の大山のダブルプレー、これは非常に痛かったですけれども、まあ、これが野球ですからね、まあ、いつも打てるわけではない、まあ、そこにきっちりとアウトローにコントロールできた高橋宏斗の勝ちだったというふうに見るべきじゃないかなと思いますね。明日はですね、このカード3戦目になりますね。タイガースは村上 1.75 ですよ、やっぱ安定してます。そして、ドラゴンズは松葉 2.56、いいピッチングなんですけど、まだ0勝1敗、勝ちがまだ今年はついておりません。この両投手の投げ合い、まあそんなにやはり明日も大量点で決まるゲームじゃないと思いますので、そうなるとやはり今日のゲームを反省して、無駄なランナーを出さないようにゲームを作っていってもらいたいなという気がしました。はい、ということで、今日は中日ドラゴンズが阪神タイガースに延長10回
岡林の決勝タイムリースリーベースで4対2で勝ったというゲームをお伝えしました。以上です。